はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は2023年初めての武蔵屋シリーズということで、まあ動画自体はね、去年撮影したものがすでに上がってるとは思うんですけれども、撮影に行くのは今年ですね、武蔵屋さん初めてということで、本日ねお伺いするのが、以前もですね成増本店さんで撮影はしたんですが、そこからねまた少し離れた武蔵屋離れという、ちょっと前にもねかなり話題となった新店の武蔵屋さんに訪れようと思います。武蔵屋の総大将であります三浦さんという、まあ今ね超人気の三浦屋という、まあ、お店もねやっておりまして、今回訪れるお店の店主さんはその三浦さんの元で修行をされた三浦屋直伝の、まあ、ラーメンをね作っているお店さんでして、めちゃくちゃ楽しみでございます。早速ねお店到着いたしました。こちらが本日お伺いさせていただきます武蔵屋離れさんでございます。今回もですねもちろん通常の並盛りをいただいた後に、特製のですねわがままトッピングでラーメン食べていこうと思います。ちなみにねちょっと辛い系のメニューなんかもあるみたいなんで、そっちも食べちゃおうかな。2杯だとね実はいつも物足んないんですよ。ということで、ただいまですね武蔵屋離れさんの店内に入っておりまして、すでにね注文を完了しております。今回もですね基本的には全部普通で注文しておりますので、1杯目がね到着するまでもう少々待ちたいと思います。ということで、ただいまですね1杯目のラーメンが到着いたしました。こちらがですね離れさんの波でございますね。めちゃくちゃうまそうなんでね、早速いただきたいと思います。まずはやっぱりねひとまずスープなんですけど、この鶏油キラキラ黄金色のスープですよ。この感じたまんないですね。あーうまい。あーいいね。豚骨感はね結構フレッシュかつ濃厚なんだけど、この油の感じがたまんないね。そしたらもう早速これ麺いっちゃいますか。どうすかこの麺、うまそう。まあいいな。もうしっかりとねスープ持ち上げてくれるし、撮影現段階でやっぱこれでね650円はやばい。海苔とほうれん草これ麺くるめていいよ。どうこれ、もちろんねこれ離れさんもライスおかわり無料食べ放題なんで、一緒にいただきますね。うまっ。やっぱ家系効くな。うまいな。もう大好きすぎるから家系が、こういったラーメンがね食べれる回はマジで幸せ。そろそろね一杯目は終盤なので、お肉と一緒に巻いていっちゃいますか。やっぱね家系のお店はチャーシューもうまいのよ。ということで、ただいまですね一杯目のこちら波完食させていただきました。一杯目そのまんまもねもちろん美味しかったんですけど、2杯目は特製に、しかもまたさらに追加でね自分の好きなトッピングしておりますので、この後もですねより楽しみたいと思います。ということで、本日のですね2杯目ラーメンが到着いたしました。特製にさらにお肉、もも肉だったりとか海苔やほうれん草もまさしていただいたので、パンパンで、麺もね今回は中盛りになってますので、こちらをね早速いただきたいと思います。いただきます。ちょっともうねチャーシューからいっちゃいますんで、もうこれですよ、最高じゃないですか。あーもう絶対うまいねこれ。もうねこれだけの丼で一生食えるもん。やっぱりねこの家系のチャーシュー、特に個人的にはもも肉が大好きなんでね、たまんないですね。
週だとなかなか燃料もすごくなってます、うん、うまっ。今回ですね、だいぶ海苔も増してますんで、最初からこれ海苔2枚をしっかり出して、ほうれん草も乗っけまして、もう序盤からねこれ贅沢食いでいっちゃいましょう、うん、やっぱりね僕としてはこの家系の食べ方がね一番間違いないですが、ほうれん草とね海苔がしっかり彼とこの一番美味しいスープを吸ってくれるので、これに勝るねライスのお供はないです。下ちょっとね武蔵屋さんといえばのこのカッパ、もちろんご飯で無料で使えますんで、いわゆるカッパとこちらもちょっとどうぞってことでいただいたんで、これねチャーシューゴロゴロと入ったものご飯に、どうよもうこれ、もうこれだけで丼だよね。うわっうまっうまっ、はい、ラーメンまもなくです、うんうん、やっぱりね武蔵屋さんはこういった無料トッピングもそうだし、ホスピタリティとかも全てを含めてね行って気持ちいいのよね。ほんとね来てみると分かるけど、お客さんがね多い理由が分かりますわ。もちろんね、こちらの武蔵屋花根さんでも卓上の方には一味の醤油漬けやニンニク、マヨネーズで、ブラックペッパーと、通常ね武蔵屋さんにあるような卓上アイテムもたくさんございますので、こちら皆様ご自由にお使いください。まあいつも味変しちゃうから今日はそのまんま食べましょう。だいぶ具材も麺も入ってたけどさ、もうあと二口ぐらいよ。うん、やっぱりね、うまいもん食ってる時の時間はあっという間すぎるわ。うん、もうそしたらこれ2杯目、大きい具材はこれ味玉でね、ラストですね。うん、ということでただいまですね2杯目のラーメン完食させていただきました。ごちそうさまでした。で最後にねいただく3杯目のラーメンが辛い系のラーメンで、なかなかね家系のお店さんでは見ないようなメニューなんでね、楽しみですね。ということで本日最後の3杯目が到着いたしました。最後にいただきますのがこちら、旨辛離れでございます。スープを見るからにね赤く染まっておりますが、辛いもの好きの僕としてはねたまりませんので、早速3杯目いただきます。ひとまずスープからいってみますか。口目から唐辛子の辛みがどんどん喉に来るようなね、強めなんだけれども、ただねやっぱベースのお肉とか骨感、これがねうまいんで、辛みとその家系の良さ両方とも生きたようなメニューで結構いいっすね。やっぱりね、もちろん普通の家系ラーメンの方もライスはものすごく進むんですよ。進むんだけど、この旨辛の方が辛みがビリッとアクセント効いててね、より米が進んじゃうね。
ょっとねこのうま辛の一杯にはニンニク入れちゃいます。今日はねちょっとあえて海苔の上とかではなくてもうスープにも溶くようにざっとニンニクびっしりのこれどうです、絶対うまいでしょ。もうね香りからいいもんね、やっぱニンニクはうまい。じゃあそのまんまでもうまいんだけどより一気にねまとまりが出たわ、うん、ありがとうございます。そしたら今日のラーメン最後はですね、せっかくなんで味玉を、うわーちょっと今見た溢れる黄身これをさちょっと混ぜつつよ、このねうま辛スープとともに、あーいかがですこれ、絶対うまいね、うん、またご飯にするとよりニンニクの良さが引き立つわ、パンチが出てねやっぱうまいね、ということでこちらが本日最後の具材鶏チャーシューでございます。ごちそうさまでした。ということで武蔵屋ハンナレさんで美味しいラーメン食べてきました。じゃあ今日もですね武蔵屋さんシリーズおなじみの最後の総評参りたいと思います。まずは油ですが、こちらは多めにプラス2、返しなんですけれどもプラス1かな。で最後にスープですね、スープに関してはこれねちょうど濃厚と出汁のど真ん中かなと思いますね。もちろん濃厚感あるんですよ、豚のね旨味とか出汁そういった部分もしっかり出てるんですが、他のねお店に比べても鶏の出汁感これがね結構こう強めに感じたんですよ。でそこに比較的ねちょっと多めのチーズが加わって、もちろん出汁感もあるし濃度もあるんだけど鶏の旨味とか香りっていう部分がすごくね生きたラーメンだったなと思います。でそれに付随してねやっぱり優しい甘みそういった部分が強いので、返し醤油の部分もダイレクトにね香りが飛んでくるようなそんな一杯になってまして、またねこれも今まで行った武蔵屋さんとはちょっとと一味二味違うのね系統になっておりました。家系の中でもガツンとした系統ってよりかはこう出汁が効いたじんわりでも強みのあるそんなね一杯が食べたいという方はですね、ぜひ武蔵屋離れさんでこの美味しいラーメン食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちら概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃれ。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。武蔵屋離れさんめちゃくちゃ美味しかったです。出汁系のラーメンなんでね、まあ僕の好みには結構ガチッとハマるタイプだったので、ぜひね皆様もこの出汁が効いたような家系が好きな方はこの離れさんにね行ってみてください。ということでコメントコーナー、本日一つ目のコメントがこちら。前回ね庄司さんの動画のオープニングで原付でね走ってる方がたまたま視聴者様だったらしくてですね、まあこんな感じでコメントいただいたんですけれども、めちゃくちゃやっぱねありがたいんだよね。気使ってくださってね、撮影中だからってことで声かけないって方もいらっしゃるんですけれども、本当にねこう会えることたまにだとは思いますのでですね、ぜひ街中とかね撮影中でも構いませんので、僕もですねお声掛けいただけると嬉しいので、ぜひねお会いできた際には気兼ねなくね声かけてください。そしたら続いてのコメントがこちら。結局ね「ごって何味なんですか?」ってことなんだけど、まあね説明にもあった通り本当に大豆をすりつぶしたものなんで、
まあ、何味というか大豆味、もう本当にシンプルなんだけど、それがねこうスープに浸ってこう合わさるとなんかね不思議とめちゃくちゃうまいんですよ。本当に皆さんがねこれ今説明を聞いて想像した味よりもさらに美味しいと思いますんで、まあちょっとなかなか食べれるお店さんも多くはないと思うんですけども、近所にねこう食べれるようなものがありましたら、ぜひこのご汁だったりとかご汁うどん食べてみてください。めちゃくちゃうまいと思います。そしたら本日3つ目のコメントがこちら。この気持ち僕もめちゃくちゃわかりますね。もう動画でもねいっぱい言ってるからそうなのって思われる方もいらっしゃると思うんだけど、僕自身もですね初めてラーメン二郎さんとかいわゆる二郎系ラーメンっていうお店に行った時にはね本当に緊張しました。何頼んでいいかわかんないっていうのもあったんだけど、今のねやっぱ世の中はいろんな動画も上がってるから注文方法とかもね調べやすいですし、本当に店主さんとかもねあのネットで見るよりもネットでねこう調べてきついよって書いてある方でもね本当に優しかったりするので、あまりね緊張せずに気兼ねなく食べて行っていただけたらなと思います。一人のねラーメン好きとして、こうやってラーメンが好きな方がね増えていくっていうことはもう本当に嬉しいことでございます。はい、そしたら本日最後の質問に参りましょう。ねねっていう、まあ本当にね、マルカ食品さんのね、ペヤングからまたあの極激辛ファイナル、それの、まあ、続編というかもうファイナルって言ってたのにまた辛いのが出るということで、まあちょっと字面見る限り多分ファイナルよりも辛いよね。なんか速攻でこう痛みが来るようなタイプだと思うんですけど、どうだろうね。ちょっと動画でやるかなやらないかなっていうのは微妙なところで、やっぱり普通のペヤングが好き、うん、美味しく食べたいっていうのはある。ただまあ YouTuber としてやった方がいいのは分かってるんだけど、今後ねそれが発売した後にご意見というかやってほしいみたいなご意見がね多かった場合はやるかもしれません。ただやっぱりねもうファイナルの時点でやりすぎ感はあったので、もしかしたらやらない可能性もあることをご了承ください。はい、そんな感じで本日のコメント開始コーナー、コメ編コーナーは終わりとさせていただきます。またね、コメントいっぱい書いてくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。